速い曲になるとなんか普段よりもそういう表現とかしようとか思ってても焦ってなんかテンポがもっと速くなっちゃったりすると、どうする？練習の段階で本気で表現する練習が先です。それで慣れるってことがでどこまでいけるかっていうのが、すっかり慣れられる可能性もあるし、なんか別な可能性もあるんですけど、マジで練習の段階で1音目から表現全開で弾くっていうことをやる。でそこで走り始めたらこれねって、そっから練習が始まるんですよ。走ってる自分で練習するっていうか、でそれでコントロールを身につけて学んでいくわけですね、うん、でオーケストラの管楽器とか特に金管とかになったら、あのやっぱり本番って練習より大きい音出すし乗ってくるし、そうなると我々唇がめっちゃ疲れてやべってなってくるんですね。なのでプロオーケストラの人たちとかっていうのはある種それを想定して練習の段階で大きい音バーって吹く練習とか、大きい音で伸ばす練習とかして、ここを本番を想定した負荷をかけといてある程度鍛えるっていうメニューをね、取り込んでる人が多いです。でも多くの場合オーケストラに入ってその仕事をやり始めてからやり始める練習なの。だってそれまでは気づかないし、ね、なんか本番って疲れるなぐらいなんですけど、繰り返してると分かってくるので、それを踏まえた練習を行う。